真の男女平等主義者な俺は、女の子相手でもドロップキックを食らわせられる男。手加減してもらえると思うなよ。公衆の面前で俺のスティールが炸裂するぞ。え？まあ見てろよ。行くぜ！スティール！なんという鬼畜の所業。やはり私の目に狂いはなかった。さあどうする。ほほほれほほほほれ。あ、いや財布返すだけじゃダメだって。じゃあいくらでも払うからパンツ返してって頼んだら、自分のパンツの値段は自分で決めろって。待てよ。おい待て。間違ってないけど本当待て。ふふふれふふふふれふふふれふふふふれふふふれふふふふれふふふれ。なんだこれ。何ですか。レベルが上がってステータスが上がったから、冒険者から変態にジョブチェンジしたんですか。うわ